ブローユーアーカバー公式ダンスパフォーマンス MV は2024年4月20日の21時に公式 YouTube チャンネルで公開されることが決定しました。ナンバーアンダーラインアイというグループは平野翔神宮寺裕太、岸優太の3人から成り立っており、彼らのセカンドシングルブローユーアーカバーの配信が12日より開始されました。 同時にミュージックビデオも公開されました。ブローユアーカバーは、ファーストシングルゴートにも収録されており、ファンの間でも人気のある楽曲です。今回、この楽曲がシングルとしてリリースされることが決定しました。この曲は、触れたいけれど触れられない大人の恋心を R&B 調のビートに乗せて、 描いた極上のバラードです。ミュージックビデオの監督は、話題作を手掛けている映像ディレクターの田中雄介氏です。振り付けは、世界的にも有名なダンスパフォーマンスグループであるエス・トキンのノッポ氏が担当しました。ミュージックビデオの世界観を表現する女性たちの演出は、イレブンプレイの鞘ヤ氏が担当しています。 このパフォーマンスは、テレビで初めて披露された際にも、指先まで儚なく美しい、と話題になりました。感情豊かで繊細な振り付けの全容を視聴者は、ブローユアーカバー、公式ダンスパフォーマンス MV で4月20日の21時に公開されることが決定しました。平野翔さんは、 今回の楽曲制作時にノッポさんに振り付けを依頼したいと思いました。セクシーで繊細なダンスを見てもらえると嬉しいです。平野さんは、この楽曲の全ての部分が好きだとコメントしています。神宮寺優太さんは、前作のゴートよりもしっとりとしたダンスになっていると語っています。彼らはセクシーさを特に重視しており、 表情やダンスの細かいニュアンスまで注目してほしいとコメントしています。岸優太さんは、ゴートと比べて、ブローユアーカバーは大人っぽくなっていると述べています。彼はこの曲を聴いた時に、心の中でモ大苦しんでいる自分を隠しながらパフォーマンスしている3人を想像し、その表現に意識を集中させました。また、 岸さんは曲の最初の音が好きだともコメントしています。のっぽさんは、この曲を聴いた時に、自分がもだい苦しんでいるような3人の姿が浮かんできたと語っています。彼は3人の熱心な努力によって美しいパフォーマンスが生まれ、メンバーが真剣に取り組んだことで、振り付けのニュアンスが最高にかっこいいものになったと感じています。 彼は力強くて悲しくて美しいパフォーマンスを楽しんだだ今の情報では、ブローユアーカバーの公式ダンスパフォーマンス M、V は2024年4月20日の21時に公開される予定です。このパフォーマンスは、平野翔神宮寺優太、岸優太の3人からなるグループ。ナンバーアンダーライン愛のセカンドシングル、 ブローユアーカバーの楽曲に合わせて行われます。振り付けはエストキンニのノッポ氏が担当し、ミュージックビデオの監督は田中裕介氏、女性たちの演出はさや氏が担当しています。このパフォーマンスは、感情豊かで繊細な振り付けが特徴であり、テレビで初めて披露された際にも話題となりました。 3人のメンバーは、それぞれこの楽曲やパフォーマンスについてコメントしており、セクシーさや大人っぽさなどが表現されていることを強調しています。以上が現時点での情報ですが、詳細な情報は公式 YouTube チャンネルで確認することができるでしょう。ブローユアーカバー、公式ダンスパフォーマンス MV は、 ナンバーアンダーライン愛という3人組グループのセカンドシングルとしてリリースされます。この楽曲は、大人の恋心を描いた R&B 調のバラードで、その美しいメロディーと感情的な歌詞からファンの間で非常に人気があります。この曲に合わせて制作されたミュージックビデオは、田中祐介という映像ディレクターが監督しました。 田中祐介は多くの話題作品に携わっており、その才能を発揮しています。また、振り付けは世界的に有名なダンスパフォーマンスグループである S とトキンの n o p が担当しました。ミュージックビデオの演出は、イレブンプレイのサヤが手掛けており、女性たちの表現が豊かに表現されています。この、 ブローユアーカバーのダンスパフォーマンスはテレビで初披露された際にも指先まで儚く美しいと話題になりました。上官にあふれたスキルフルな振り付けはまさに一瞬の美しさを感じさせます。そしてその全容を見ることができるのがブローユアーカバー公式ダンスパフォーマンス MV です。このダンスパフォーマンスは オフィシャル YouTube チャンネルで4月20日の21時に公開される予定です。私、筆者もテレビでこのパフォーマンスを見て、その魅力にメロメロになりました。ダンスに詳しくない私でも、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのパフォーマンスと歌声に引き込まれます。本当に素晴らしいダンスで、魅力的な歌声です。 ナンバーアンダーラインアイの新曲ブロウユアーカバーには彼らの成長と進化が感じられます。前作のゴートと比べてしっとりとしたダンスが特徴でセクシーさをさらに追求しています。彼らの表情やダンスの細かいニュアンスにも注目してほしいです。私はこの曲の冒頭の音から好きで、 サビで一気に盛り上がらないところも魅力的だと思います。ただただ聴き入りたくなるような曲です。振付師のノッポは曲を聴いた時に心の内にもだえ苦しんでいる自分を隠しながらパフォーマンスしている3人の姿をイメージしました。彼らの努力と真剣な取り組みが力強くて悲しくて美しいパフォーマンスになっていると感じています。 彼らの表現力と情熱が最高潮に達しています。さらに、ミュージックビデオの監督である田中祐介は、ナンバーアンダーライン愛の魅力あふれるミュージックビデオを撮影することに、光栄を感じています。彼は叶わぬ片思いをテーマに、メンバーたちの心情を映像化しました。触れたくても触れられない。 切なくて悲しげな表情が必見です。私はこのダンスパフォーマンス MV が公開されるのを待ちきれません。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの情熱的なパフォーマンスと美しい映像表現が一体となった作品に期待が高まります。4月20日の公開を楽しみにしてください。